チャオ、まっちゃんです。今日9月1日あっちゃん家のお昼ご飯は梅とろろしそうどん食べましょう。だしもあっちゃん手作りです。はい、ということでいただきます。梅とろろうどん、はい、ではいただきます。ちょっとお椀を持ちたいんやけど熱くてね持てないんだよ。まあね、繊細なお出汁がチチチチチ、うん、うまい、うん、出汁最高やね。お店開けるよ、うまい、あチチチチ、うん、いやー美味しい。これね手が熱いな。とろろのとこちょっとね。うん、おいしい。ちょっと梅のところ。熱い。めっちゃ美味しい。やっぱりこうだしを自分で作るとねめっちゃ美味しいし、で値段もね経済的かな。もしかしたらそうじゃなくいい醤油使ってるから普通のだしの方が安いんかもわからへん。うん、前にも紹介したからもうあんまりね何回も同じような紹介もあるかもしれないんだけど、要はだしパック、無添加のだしパックを茹でて、だし取って、で、酒とみりんを煮切って、アルコール飛ばして、で、そこにだしを入れて、で、別では炊いた方が楽。まあ一緒にしてもいいけどね。それを入れて、で、最後醤油で味締めんねんけどね。ここにね、ちょっと海水天然とかにがりとかも入れて味調整してんねんけど、めっちゃ美味しい。今日ちょっとみりん少ないめにしたからね、甘み控えめにしてんけどね、まあ、関西風の、うん、関西風の独特のね強風っていうのかな、おやすが匂い効いた優しい味のうどん、うまい。さぬきの乾麺、うん、生麺買ってもいいけど、うんうん、自分で売ったんやんか、米粉で。米粉とね、くず粉を使ってこう打ってくずうどんにしても美味しいかもわからんね。くず買ってきたから一回うどんとかな。とね。あっちゃんも美味しい食べてから、もう家族にもお昼あげようかな。新しい家族、メダカちゃんです。一応ね、メダカちゃんに、メダカちゃんにもご飯をあげます。
ね、ポンポンポンってこう音鳴らしながらあげるとね、ポンポンポンって叩いたら、おやつだよ、おご飯だよっていう合図で、うん、食べてる食べてる、かわいいな、うち、ん、の新しい感じ。体温餌をあげるとね、うん、2匹しかおらへんから、うん、餌が余ると水が濁っちゃうんで、だからちょっとずつ3回ぐらいに分けてやる方がいいから、朝昼晩であげてんだけどね、めっちゃ食べてる。お姉さんね、ちょっと高いねんけど、なんか微生物かなんか入ってて、食べ残した餌が腐りにくいんやって、水が汚れにくいっていう、3つの微生物が菌が入って、3つの菌でメダカの水が汚れにくいっていうね、まあどっちにしてもね、週1とかで水変えたげなあかんねんけどね、こんなちっちゃいボトルやから、大きな水槽やったらね、月1とかでいいねんけど、昔はやってたわ、大変やったよ、ここにあるから、バケツに水取って、で水合わせして、温度合わせして、うち井戸水やからな、温度合わせが大変やった、特に冬場ね、熱帯魚とか、冬場はね月1じゃなくても全部温度入れてるから買いたいな感じ、綺麗すぎてもあかんのね、メダカとかね、水質管理が難しいの、ね、うん、かわいいな、みさんもめっちゃ食べてね、お腹いっぱい、スープが美味しいわ、梅しそがさっぱり、梅はね去年つけたあっちゃんの酸っぱい梅干しやね、今年つけられへんだから、みんなに持たんかわからんけど、南高梅さんを次ね、やっぱね、やっぱ2、3年もっと熟成させた方が美味しい、何年、5年、10年とか熟成させた方が美味しいから、梅干しね、つけて置いとこがええから、去年は1キロつけてね、今年つけようね、ちょっとお金がしんどかったんでやめたから、来年はね、ちょっと余裕持たして5キロとかつけてみようかな、いっぱいね、樽漬けしてだから、ずっと持つしね、梅干しはね、いい梅、いい塩でつけるのがやっぱ最高なんで、ね、だから、まあちょっと頑張ってね、来年もつけられるように頑張ってみます。はい、ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯、梅とろろうどん、美味しかったです。ごちそうさま。あっちゃんのお出汁、全部飲みました。全部飲んでも安心できるこのお出汁、逆に飲みたくなるこの味、
うん、だからね、めっちゃ美味しいうどんできましたってことで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさまでした。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのお昼ご飯うどん良かったよと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね、バイバイ。